はい、えー。トライアル生からですね、ご質問いただいたので、えー、回答していきたいと思います。お世話になります。えー、僕自身、えー、日々ブログ記事を更新して、伝え方、伝わり方に日々課題を感じています。いわゆるライティングで一番重要だと考えている構成力がまだまだなのか、伝え方がしっくりこない原因かなと。 吉谷ブログを見て参考にさせていただいてはおりますが、吉田谷さんがブログを更新の際、伝え方で意識している点はございました教えていただけますか例えば、矢印の自分から相手の向け方や、例え話のタイミング、接続詞の使い方、伝え方が9割という本がありますが、そのくらい伝え方が重要であると強く、最近は強く痛感しております。よろしくお願いします。ということで、まあこれ結論言うと、僕の場合は、もうあの、すみません、何も意識してないですね。 うだってメルマガ、メルマガも10万通以上書いてるんですよ。まあ最近はメルマガじゃなくてまあ動画ですけど、動画でも、まあ赤晩食らったのもありますけども、<laughs> まあこのチャンネルでも2万6000本ですよ。トークでももう別に台本もないし、全部、あの全部新商品もセミナーもドリアカの講義も台本全部なしですよ。まあメルマガも10万通やってますから、もうそれもなんかもう、なんすかね。 あ僕が意識していることはあると,あるとするならばあるとするならば僕が意識していることがあるとするならばねえな無意識なんで意識というか潜在意識というかはいなので答えになってないので答え的なところをお伝えするとこあの伝え方が9割というか、うん、知ることが10割ですね相手を知ることが10割ですね要は結局誰に書くかなんですよ 例えばね、めちゃめちゃ構成力がある文章を伝え方が、めちゃめちゃいい文章が書けたとするじゃないですか。自分が納得してると。だけど、その文章が幼稚園児が読むんだったら、逆に構成力がない方が良くないですか。どうすか。めちゃめちゃ構成力、気象転結、みたいなね。あとなんか、5ワット Y だったかな。なんかそういうのもありますけども。<laughs> いや、そういうのない方が良くない、みたいな。 あの幼稚園児にもしまあ分かりやすく言うならばね幼稚園児に伝えるんだったら気象点結もない方がいいしもう分かりやすくストレートに伝えた方がいいだろうしだから結局伝え方が9割なんだけども誰に伝えるかが10割なんですよその前提条件があって伝え方だと思うんですねだからどんなに素晴らしいコピーを書いたとしてもどんなに素晴らしい構成を書いたとしても誰に伝えるかによって分かりづらくなるしあのつまんなくなるし例えば論文 そういうそ,のそういう学会とかに提出する学会に読んでもらう学会でプレゼンをするってなった場合はまあそう,いうそういう形式でやらないといけないだろうし何 <laughs> かそのどこの場所で出すか誰に言うかとかでもう全然変わってくるんですよねこれは。うんでこれなんでこうなっちゃうかっていうと結局自分が書いてるものがファ,ーストファーストで自分が読んでるからなんですよね。 だから僕は常にコピーライティングを勉強していく中で言われたのが、とにかくテスト、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 もうね、腐るほど言われましたね。耳に念仏みたいな、わかんないですけど。とにかくテストしろっていうことを言われました。それは何かっていうと、自分が書きました、そこのフィードバックですよね。じゃあそのコピーに対してどんな反応があったのか、クリック率はどうだったのか、リストはどれぐらい取れたのか、制約率はどれぐらいだったのか、みたいなね。 まあ開封率どれぐらいだったのかとか、まあそういうのを見て、で、そこに対して、ああ、じゃあこのコピーはいいのかなと、みたいなことをやってましたね。う<ー>ん。だとにかくテストを知るっていうことですね。で、まあ、あの、お客さんがいない状況で、じゃあどうすればいいのかっていうと、お客さんがいない状況であるならば、あの、すでに反応が出てるものを参考にして書くしかないんですよ。もしくは、その、すでにお客さんがいているプラットフォームに、 例えば YouTube だったらそのコメントだったりとかね、まあ、僕のメディアで言うならば、その質問の答えではなく、ユーザーがどういう質問を僕にしているのかって話ですね。多くの人は質問の内容に対して答え、その答えにあの見るんだけど、その書き手、こっちが仕掛ける側になった場合は、そのユーザーがどういう質問を僕にしているのかって話ですよね。だからその まあ、トライアルの Q&A もありますし、一般の質問の、質問の、一般の質問の Q&A ももう600、700、600以上あると思うんですけど、どういう質問を僕に投げかけてるのかっていうね。それが、もうあの、じゃあ、そこの、その悩みに対してどういうふうに書くのか、どう伝えるのかなんですよ。で、ポイントとしては単純にその、まあ、王道ですよ。王道で言うならば、フックがあって、フック、まあ、その、まず前提条件として、 どういう悩みを持っているのかどういうことに興味あるのかとかねまあそういう前提条件ペルソナがあった上で見出しヘッドラインですよねその人が興味ありそうなものをまず出すってことですね例えばその,あの車に興味ない人にそのフェラーリですよって言っても全くなんか反応しないですよ車来るねどうですか、うん、今そのそう日本がねちょうど直近で あのまあ、みんな盛り上がってる人は盛り上がってると思うんですよ。逆転劇みたいなね。逆転、あい決勝みたいな。でも興味ない人は全く見てないですからね。え、今日、今日あのえそ、そんな試合やってるんですかみたいな。<laughs> そうなんか、そのお、日本を応援してる人は、よし、今日だって。で、でそのあのニュース速報でこんなん出ますやんみたいな。そしたら、うわーみたいになるんだけども、興味ない人からすると、勝手にやってくれなんですよ。 えで興味ある人からすると、なんでそれ反応しないのみたいなね。え、日本めっちゃ頑張ってる。なんで反応しないのそこに。みたいな。逆転したよみたいな。へえ、みたいな。へ,なへそれどこじゃないと。借金返さんとあかん。みたいなね。<laughs> だから結局、その、そのペルソナに対して興味があるものは何なのかっていうところがヘッドラインなんですよ。わかりますヘッドラインも、そのペルソナに対しての興味なんですね。見出しとかも。だから、 この,この見出しがいいようではなくそのユーザーが反応するかどうかなんですよ。だから前提条件を置かないとそもそも構成も伝え方ももう,うできないんですよね <laughs> うーん。だからまああのー まあベターとしてはまあ前提条件がそのペルソナがあったとしてそのペルソナが興味あるものだったりとかその欠けてる点だったりとかそういうところを乱してバーンってヘッドラインで出しますでフックさせるでそうフックさせたら今度そこに対してお客さんの声なのかストーリーなのか共感なのかっていうまあある一定のねなんかあるんですよまあでもヘッドラインまあベターで言うとヘッドラインストーリースイッチングみたいな話なんだけどもまあまあ簡略化するとね だけど別にお客さんはその構成を構成を求めてるのかって話ですよねどうですかその書き手の構成を求めてるのかっていうじゃあお客さんがそのなですかねライターとかねウェブライターになりたい構成力を磨きたいっていうニーズがあるんであるならばその書き手の構成力をすげえこの構成だなっていうふうに構成力を求めるかもしれないけど別に構成力を求めてないですよねどうですか 求めてるものがあるとするならば、例えば、僕で言うならば、お金稼ぎたいっていう、な,なんでお金、た例えば、直近で言ったら、なんですかねあの、ま、なかなか行動ができませんとかね、あの、なんかト、トライアルであった、トライアル生の中で、吉谷さんみたいにどうやったらその爆上げで行動力できますかみたいなね。 <laughs> そうじゃあ行動力がなかなか上がらないっていう人に対してどういうコピーなのかっていうじゃあここの人に対して気づきや発見を与えるようなものは何なのかっていうところですねなぜそこができてないのかとかうんなんかねすいません構成力というか、まあ、まずその相手を知らないとそもそも論になっちゃうんですよねだけど結局そのほとんどの人はそのテストもしないしその結局そのなんかその何すかね現場が 本当は現場っていうのは、まあ、僕はあのー踊、踊る大造作戦の青島警部の事件は現場で起きてるんだっていう言葉がめちゃめちゃ好きなんだけども、その現場が、ライティングしてる人っていうのは、そのライティングしているその目の前のブログの文章だったりとか、こ,のこれが現場になっちゃってるんですよ。いや、これはあくまでも手段であって、現場っていうのはお客さんの悩みなんですよ。お客さんが知りたいことが現場なんですよ。 で、コピーっていうのはあくまでもそれは手段なんで、でも、その、何ですかね、あの、どうやったら書いたらいいんだっていう現場になっちゃってるんですよ。わかりますそう現場を履き違えるんだって話で。<laughs> 結局、誰が読むのって話ですよね。誰に伝えたいのって話じゃないですか。ね誰に伝えたいんですかじゃあ行動がなかなかできないっていう人。 に対して行動の話どうすれば行動ができるようになるのかっていうその自分が行動ができるようになったじゃあこれを伝えるんだったらじゃあペルソナは誰なのか行動がなかなかできないっていう人に対してどう伝えるのかっていうこ,これですよねまず、あ、そこがないとうーんって話ですねうんだから構成力あんまり何すかねかんまあすいません一番最初の話に戻っちゃうと僕はもう無意識レベルにやっちゃってるのでまあ意識してるのがやっぱその誰に伝えるのかはですよね うーんでもこれはもうコピーの勉強すれば正直出てくるじゃないですか気象点結と5ワットなんちゃらっていうのがうベターですけど5ワット何でしたっけ、ね、昔習,い習って5ワット 1H か5ワット 1H ですねどうですかこれべ勉強してれば出てくると思うんですけどもう昔すぎてねそうはい何ですか5ワット <laughs> これと いついつどこで誰が何をなぜどのように <laughs> 5W1H ですね。あと気象転結みたいなよくあるじゃないですか。うん、うん。でもこれを入れたからっつって正解ではないんですよ。まあ僕もいろいろ勉強しました。最初の段階は基本的なこういうのも勉強したんだけども最終的にはここじゃないっていうところですよね。 結局誰,誰なのかっていうここがめちゃめちゃ重要であるってことですねだからドリアカでもアンケート取れ取れって言ってるわけでしょとにかくアンケート取れっていううんそうでそのお客さんがいないんだったらだからその YouTuber の光くんとかも動画の昔その動画で言ってたんですけど動画のネタコンセプトが思いつかない時はもうひたすら YouTube のコメントをずっと見,てる,見るっていうね 要は30分、光くんの動画って30分ぐらい結構長いじゃないですか。で、その30分の枠で何に反応したって話ですよね。わかります ?30 分の枠でもここに反応したっていうところがあるわけですよ。で、そこに反応してコメントが来たりとかしてるわけですから、あここに興味あるんだ。ユーザーはここに興味あるんだ。あここのポイントが良かったんだなっていうのをコメントから吸い出して、次の、それを参考にして、次の企画、えー、コンセプトを作っていくっていうことを言ってましたけどね。うん だそこじゃないですか。結局自分が書いた手紙っていうのは自分が読むわけじゃないので確認はしますよ。確認はするんだけども結局その手紙を送るわけですよね。一般に公開するわけじゃないですか。そして僕たちっていうのはクリックさせるとかリスト登録とか商品を買,わ買ってもらうとかそういうことなんですよ。うんで正直吉谷拓郎公式ブログっていうのは僕はファンの人に書いてるので 一般の人が見ても多分ね、全然つまんないですよ。うん。多分まあ今読んでいただけてる理由としては僕に興味があるからじゃないですか。僕に興味がない人があのブログ読んでも全くつまんないですよ。本当にコピーライターなのかこいつみたいな話ですよ。うん。あれはすいません。ファンブログなのであんまり参考にならないと思いますけどね <laughs>。そもそも興味な、まあ興味ない人には全く刺さらないし。 うん、それでいいと思ってるんでだってコンセプトはそうなんでよりお客さんとの関係性を、えー、近づけるっていうあれが僕はコンセプトですからうんそうだからまあその一般的にはまあその何すかね、えー、いろんなその基本的なコピーライティングを書く上での一般的なその基本的なそういうのはあるんだけども僕は意識してるのは誰に伝えるかっていう話ですね 例え,ばでしょ例えば、うーん,あの A さんが、A さんがね、A さんが、こちょっと予言者というか、まあ、その相手をもし見透かせるんだったらね、A さんがあの昨のどうしようかな、A さんが昨日あのあるラーメン屋さんに食べようとして、あるラーメン屋さんに行って、その有名なラーメン屋さんに行ったんだけども、閉まってたというストーリーがあったとするじゃないですか。 食食いいたたたかったけど食えなかったっっけどえなていうねで、A さんはそのラーメン屋さんが昨日食えなかったって思ってるわけですよ。で、もしその情報を知ってたらどうですかその情報を知ってたら、あの、何ですかね、あの、メルマガの件名がね、その、<laughs> 〇〇店ラーメン屋のなんちゃらみたいなねあ。昨日、昨日俺行けなかったお店の何で知ってんのみたいな。え、どういうことみたいな。クリックですよね。もうピンポイントで。 分かりますその人にが興味あってそういうことが起こっていたじゃあそこに対して〇〇程の情報を流したら絶対反応するじゃないですかだって昨日のことなんだからみたいなねそうだからあとはそのなですかねこの前バレンタイン2月のバレンタインあそう3月は14日ホワイトデーかまあそのバレンタインホワイトデーとかもありましたし、えー、とクリスマスとかもあ,りあるじゃないですかでその時も うーんまあ、プレゼントをすごい高価なね、めちゃめちゃ例えばルイ・ヴィトンのバッグをね、プレゼントしたとしても、そのバッグを、あのその女性の方がもうすでに購入済み、まあ、欲しくて、まあ、リサーチしてたんだけど、リサーチ不足みたいな、買ってたのみたいな。めちゃめちゃその、いいバッグですよ。30万とか、まあ100万のバーキンでもいいでしょうね。わかんないですけど、バーキンだからな。それプレゼントだとしても、持ってたら、何も価値届かないじゃないですか。どうすか。いや。 一応、ありがとうみたいな。あれ、これ持ってるわみたいなね。どうすか。でも、物はいいんですよ。物はめちゃくちゃいいんだけど、もう。でも、相手がそういう状況だったらね。まあ、ありがとうとは言うかもしれないけど、心の内ではね、質屋だな、みたいなね。質屋、みたいな。話じゃないですか。 相手の状況とか相手が何に興味あるっていうのは全てこどんなにいいバッグをプレゼントしたとしてもどんなにいいプレゼントをやったとしても相手の状況がそういう状況だったらこれが伝わらないそのなんですかねプレゼントの価値が全く伝わらないですよね。頑張って頑張って働いてバーキーのバッグ買ったのにって話ですよね <laughs>。うん だから僕はね、あの孫子の兵法がめちゃめちゃ好きなんですけど、己を知り敵を知り、己を知り敵を知れば、百戦連馬、危なら数ずっていう言葉がめちゃめちゃ好きなんですけども、例えばその、あのなんですかねあの、あの、相手がね、その銃でね、ひなわ銃を持ってるとするじゃないですか、ひなわ銃。武器としてはすごいですよ。その時代の中で銃を持ってる敵はね、そこしかいないと。ひなわ銃ですよ。 もう撃たれたらもう貫通してうわーみたいになるとでもその相手がねひなわ銃を持っているっていう情報を知っていて相手はなんかすげえ武器を仕入れたとひなわ銃ってやつでこのひなわ銃っていうのはどういう特性があってこうでこうでとただひなわ銃は確かに攻撃力は高いんだけども欠点があるとそれは何かっていうと着火まで時間が30秒ぐらいあるとだからそのそれを補うために敵陣はそのひなわ銃を使うために列を作ると そこまでの情報を知っていたらでこっちはね弓しかないんですよでもその情報を知っていたらじゃあどういう構成どういう戦術戦略ができるかっていうとじゃあその敵陣をなんかその崖の下にねつこの引き寄せてで引き寄せてで上から弓ですよね矢を撃つっていうそしたら勝てるじゃないですか矢でも,もうすげえ攻撃力あるんですよ攻撃力あるんだけどもその特性を知っていれば上から撃てばいいんじゃないみたいな じゃあちょっとそういうとこにそういう場所に囲い,いあの呼びき寄せてねもしくはそういうとこでやって上から矢を撃つみたいなねだからそうすれば矢と銃だと確実に銃の方が攻撃力があるんだけどどこの場所で叩くかによって矢の方が強かったりするわけじゃないですか,だか敵を知り己を知,知ってじゃあどうやっていくのかっていう話ですよね だけ,だけど相手がどういうものに興味を持っているのか相手がどういうところに関心があるのかっていうところを知らなければどういう悩みを持っているっていうのを知らなければそこに対して戦術戦略は立てられないですよ構成は考えられないですよ。うん。透明人間に構成力を考えられないですね <laughs>。うん。なんであのそのペルソナその誰に伝えるのかっていうのが前提条件で大事だよって話ですね。 うん、でもねやっぱねここはねいい質問なんですけどやっぱね現場がねやっぱ結局自分のパソコンとか自分のモニターになっちゃうんですよね自分が書いてるんでファーストで自分が読むからまあ僕もねおおそういう何度もありますよ僕は偉そうに言ってますけど何度もありますけどで まああのちょうどね、22日、今日のまあ 0,、まあ、0時にね、セールスレター公開して、セミナー映像をちょっと売るんですけど、それもペルソナも,もう完全に決めてるんで、そんなにすごいレターじゃないですよ。まあ、た簡単に書きましたけども、ただ、ペルソナは行動できない人です。もう完全行動ができない人に対してのセールスレターです。今回のね、今回のセミナーの映像を売るんですけども、今回のセールスレターは、 24時間で売るそのセミナー映像は行動ができない人に対してのペルソナに対しての文章です。で、行動ができない人は多分興味が出ると思います。俺のこ,俺のことだってなるんで。俺のことだと。じゃあ、チャット GTP 使うしか、ちょっと使ってみようかなとかね。使うしかないな、な,なるはずです。短い文章でしょそんなにうわーくす。なんかそのベネフィットだねベ。ベネフィットとかそういうの、なんかそういうのも全くないですよ、あんまり。だけど、多分そのペル、僕が あのペルソナにしてる人に対しては刺さると思います。ある一定はね。うん、刺せると思います。そういう風に書いてるんで。そのペルソナがそうなんでね。うん。はい。まあいろいろちょっと言いましたけど、構成力というか、まあ誰に伝え、あだその誰し、誰っていうところを知るのが10割ですね。この伝え方が9割、僕も本買いましたけども、伝え方が9割、間違ってはいないですよ。だけど、 その9割っていうのは誰によってゼロになっちゃうんですよね。そうすごいいい伝え方なんだけどもその誰が変わってしまうとゼロ割になっちゃうで伝わらないって話なんで、うん、大人には伝わる大人には伝わるすごい9割伝わるそのすごい見せ方伝え方をしてるんだけど子供には伝わらないって話ですよ分かんない理解できないっていう難しいみたいなね。うん なので、伝え方が9割というよりかは、あの相手を知ることが10割ですね。まずそれをあの考えてください。うん。だからそれを、例えばね、こう質問の仕方が、今、こういうペルソナ、こういう悩みを持っていて、こういうことに興味ある人に、こういうこ、これを伝えたいんですと。で、この悩みに対して、この A っていうことを伝えたいんだけど、この伝え方が分かりませんっていうことだったら、文章は僕できるんですよ、すぐ。 もうペルソナ、こういう悩みです。伝えたいことがここです。じゃあ、これとこれをどう紐付けるのかっていうのはすぐ、ね、即興でも言えます。だけど、ここがわからないと、ここがわからないのと、あと自分が何を伝えたいのかっていうのがわからないと、文章作れないですね、僕も。誰に伝えるのか、何を伝えるのか。じゃあ、これがわかれば、これをどううまく連携させるのかは、文章作れます。だけど、 まあこの質問の中ではそういうのはないので、構成みたいな感じなので、そういう質問の仕方をしていただくと、即興でなんかあだこで言えると思います、また。こういう悩みを持ってる人に対して、こういう悩みとか興味ある人に対して、自分は A っていう、A を伝えたい、B を伝えたい、C を伝えたい。だけど、この A をどううまく伝えていいかわからないと。 で、今、文章がこんな感じで書いてるんだけども、なかなかいいか、ちょっとしっくりこない。吉谷さんから見て、もうちょっとなんかありますかみたいな。そういう質問だと、より細かくは、アドバイスはできます。ここの、え、あの、タイトルはこうで、見出しはこんな感じで、ストーリーをここに入れてとかね、共感ここに入れてとかね。うん、なんかそ、そういう感じで、まあ、アドバイス、添削はできるんだけども、うん、まあ、そういう感じにしていただけると助かりますって。っ <laughs> はい。ということで、いろいろ申し上げましたけど、結構、これはね、陥りがちの罠なんであの、コピー書く方はね、気をつけていただければなと思います。伝え方が9割は間違ってはいないけど、えー、相手を知ることが10割ということでございます。では。